やかさ、田中幸喜です。さあ、というわけで。まあ、タイトル見てわかると思うんですけれども、うちね、家族全員目が悪いんですよ。全員レーシック受けたのかな。俺だけ、まあなんか突然変異なのか、視力 1.5 なんですよね。まあ今まで悪くもなってこなかったし、まあ、ずっと視力だけは自信があるっていう状態だったんですけど、ここ最近ね、右目が見えづらいんですよね。ぼやけてるっていうか、なんか白く濁ってるっていうか、ちょっとお袋にね、その旨話したら、お袋も一回ね、白内障を患って手術をしたことがあるから、白内障かもしれないから、とりあえず眼科行った方がいいんじゃないかっていう話だったんですね。まあ、怖い。まあまあまあ、そんな別に悪い病気とかではないとは思うんですけど、何分ね、ぼやけたり濁ってる感じに見えたことが今までないんで、すごい怖いんですよね。なので今日今から眼科に行ってまいりたいと思います。もしかしたらね、すごい重い動画になっちゃうかもしれないですね。またね、後ほどご報告したいと思います。行ってまいりました。そうですね、まあ端的に言うと、うん、ただ目悪くなってました。昔からドライアイなんですよ。でね、ちょっと眼球が傷ついてるかもしれないので、それを治す目薬をしてみて2週間ぐらい見てみて、治らなかったら、まあ、単純に視力の問題なのでメガネをしてくれということでした。こっちだけ遠視なんだって。まさかね、自分がこうなるとは思いもしませんでしたね。うん、ちなみにね、俺ね、こっち左目のね、黒目の横ですね、ほくろがあるんですよ。でね、調べたんですよ、眼球にほくろがある人ってどっちもないらしいですよ。